で、微粒子表面の模様に残る小惑星イトカワの歴史に関する記者説明会を開催したいと思います。まず登壇者を紹介します。皆様から向かって左側、 JAXA 宇宙科学研究所地球外物質研究グループグループ長百合本久義でございます。皆様から向かって右側、同じく地球外物質研究グループ宇宙航空プロジェクト研究員松本徹でございます。でまず百合本の方から簡単にお願いします。はい、地球外物質研究グループのグループ長をやっております百合本と言います。このグループは皆様もご存知かと思いますけれども、昨年発足しまして、で今年度からグループ長として私が就任されしまして、で本格的に活動を開始しました。で今まではやぶさの帰ってきた後、感覚的な成果はなかなかあまり皆さんにお知らせできていないということで、お叱りも受けてきていたんですけれども、これからはどんどんと発表させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で今日はそれでちょうどその機会でいい論文がですね出ましたので、第1回ということでさせていただきます。で今日はですね、今ここにあるのはハヤブサをずっと毎日今も拾い続けてるんですけれども、その拾い続けているところを映画に撮っている4倍速なんですけれども、その映画です。じゃあ次をお願いします。ちょっと最初に今まで初期分析とですね、その後少しのことについて皆様に公表している研究科学的な成果の背景について少しまとめさせていただきまして、それから今日はそれに加えてどういうことが分かってきたのかということを、そういう形でそういう段取りで発表させていただきます。でここにありますように探査機はやぶさは伊東川の中心部のちょっと のぺっとしたミューゼスの海というところから右端にありますように、非常に典型的な大きさはだいたい50ミクロンなんですけれども、そういうふうな微粒子をたくさん1000個を超える微粒子を拾い集めてきています。で次お願いします。でその微粒子はですね、持って帰ってきて分かったことは何かと言いますと、45億年前にはですね、ここにあるように20キロよりの糸川の大きな母天体を作っていた。でそれがある時点で母天体が破壊されて、今のだいたい差し渡し500メートルの糸川の小惑星という形を形作ったということが分かっていました。で次お願いします。でその糸川の表面をはやぶさが行ってその周りを見た写真がこの写真なんですけれども、糸川の表面はですね、石でできていて、で今の研究の結果、ここを作っている石は全部同じ種類の石じゃないかというふうに推測しているわけなんですけれども、ここにあるように色がですね、黒いところと白いところがまだら模様になっているということが分かっていました。でこれが宇宙風化という現象と言われているんですけれども、次お願いします。でこの宇宙噴火の明るさの違いというのが、明るいところがフレッシュなところで、黒いところが風化が進んでいるところというふうに推測されていました。で、なんで黒いところと明るいところがあるかっていうと、その表面の粒子が動いてですね、地滑り等が起こっていて、で、新しい面が露出された結果、フレッシュな面が見えているんじゃないかというふうに思われていたんですね。でこれを粒子を持って帰ってくるとどうなったかと言いますと、次お願いします。ここにありますように微粒子、非常に小さな微粒子のですね、本当に表面ナノメートルサイズのところなんですけれども、そこを見るとですね、表面と、内部とですね、表面とでですね、結晶構造が違うということが分かってきたんですね。で表面のところは結晶構造が、壊れてしまってアモルファスという非晶質になっていまして、でそれが宇宙風化の原因であるということが分かってきたわけです。で、なんでじゃあ色が変わるのかということ、それも粒子の観測の結果分かりまして、真ん中の絵にありますように表面のところにちょっと白いプツ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 っとした粒子が、非常にちっちゃいんですけれども、本当にナノ粒子なんですけれども、あると思います。
でそれは鉄の塊でして、もともとはですね酸化鉄の形で結晶の中に入っていた鉄がですね、太陽風は水素ががほとんどですので、水素が打ち込まれて、その結果酸化していた鉄が還元されて金属の鉄になったというふうにな結果ですね、ここにこういう粒子が出てきているわけです。でそのナノサイズの鉄があるがために、先ほどの黒、少し色が黒ずむような現象が起こってくるということも分かってきたわけです。で、今回はですね、この表面の模様をいろいろともっと詳しく知ることによって、糸川の前の母天体、天体のですね、歴史がその表面に刻まれてきているということを、この論文の発表者の松本の方から発表させていただきます。じゃあ発表者を交代します。よろしくお願いします。 JAXA の松本です。ここからが本日お話しする研究成果となります。微粒子表面の模様に残る小惑星糸川の歴史というタイトルで発表させていただきます。まず最初に、こちらは本研究の概要をまとめたイラストです。今回の研究で私たちは、ハヤブサが持ち帰った糸川微粒子の表面のナノメートルスケールの模様を調べました。その模様が意味するところを解読すると、イラストのような40億年以上前の糸川の母天体の時代から、現在の糸川で起きた現象まで、様々な歴史が刻まれていることが分かりました。その詳細について今からお話しいたします。まず、研究背景ですけども、ご紹介にあった通り、糸川微粒子の研究から、糸川微粒子には、宇宙風化を受けているということが分かっていました。一方で、小惑星糸川の観測から、宇宙風化が進行しているというだけではなくって、レゴリスが活発に流動していることで、新鮮な表面が露出することで、宇宙風化を受けた表面が若返る、そういうプロセスがあると言われていました。このようなレゴリスの流動の痕跡を微粒子の特徴と結びつけることは今までできていませんでした。このように微粒子から結びつけていないような天体表面の現象というのはまだまだあると考えていました。本研究では糸川微粒子の表面に記録された模様に注目しました。表面模様からレゴリスの流動や宇宙風化の痕跡を読み解き、小惑星糸川の歴史を深く理解できるかもしれない。さらには、糸川の母天体の歴史がわかるかもしれないと期待しました。しかし、微粒子の表面模様の研究というのは、本格的な研究は未発達でした。一つの要因としては、これまで、様々なチームがハヤブサ粒子の分析をしてきましたが、一つの分析チームが、研究できる粒子の数というのは少なくって、粒子の全体像を把握するのが難しいという、要因がありました。これまで、糸川微粒子を観察して、糸川微粒子の表面模様を観察した例は5粒子のみです。今回私たちのチームは26個の糸川微粒子を観察しました。これは大変多い数で、通常は一つの研究チームが分析できる粒子数は特別に多い場合でも5粒程度です。今回私たちは、糸川微粒子と合わせまして、地上の鉱物の破断面、小惑星糸川に対応すると考えられる、隕石の鉱物表面も、糸川微粒子との比較のため観察しました。ではここから、研究手法と結果をお話しいたします。まず、微粒子の大きさは数十ミクロンの大きさです。観察のために、まず私たちは、微粒子を、直径5ミクロンメートルのカーボンファイバーに固定しました。このような微粒子を、X 線マイクロトモグラフィー、X 線 CT を用いて粒子を撮影します。左上の図が、X 線 CT で撮影した微粒子の、ある断面の画像です。この図のように、微粒子の外形であったり、内部の鉱物の三次元的な分布を X 線 CT で知ることができます。次に、
操作型電子顕微鏡セモを使って微粒子を観察しました。ここでは微粒子の表面模様を観察しています。左下の図がセムで撮影した微粒子の表面模様です。左下のスケールを見ていただくとわかるんですけども、セムによってミクロンスケールからナノメートルスケールの微細な模様を観察することができます。今回のスライドでは凹凸が分かりにくいような画像については異なる角度から撮ったセム画像を合わせてアニメーションにしています。こちらが電子顕微鏡で撮影した微粒子と微粒子表面の模様です。中央に示しました糸川微粒子は典型的なサイズは髪の毛の太さぐらいの大きさで、それ自体が非常に小さなものです。このような微粒子のさらに小さな領域にナノメートルスケールの様々な模様が折り重なっていました。このような模様は大きく4種類に大別できました。これからそれらの特徴と性質についてお話しいたします。まず微粒子のある部分を見ると小さなブツブツに覆われていることが分かりました。でこれを倍率を上げてみると一つ一つは丸い膨らみであることが分かります。でこういった膨らみは大きさは数十ナノメートルと非常に小さなものですが、セムではっきりと認識できます。こうした構造を我々は英語で水ぶくれ状という意味でブリスターと呼んでいます。こうしたブリスターは太陽風の照射による宇宙風化の証拠であると考えています。左の図をご覧ください。左の図は太陽風が打ち込まれている鉱物表面のイラストです。太陽風の主成分である水素やヘリウムが鉱物にまず蓄積されます。蓄積が進むと鉱物内部は発泡します。さらに太陽風が打ち込まれて水素ヘリウムの蓄積が進むと発泡した泡が発達して表面に膨らみをもたらします。これがこうしたブリスターのができるメカニズムだと考えています。次に私たちは微粒子表面のブリスターの分布を調べました。この図は一つの微粒子について表横裏から見た図です。ブリスターが分布している領域を赤色で示しています。ブリスターは微粒子の互いに反対側の面に分布していました。これは糸川の表面で微粒子が何回も何回もひっくり返ることで異なる面に太陽風を帯びてブリスターができたと考えることができます。つまり微粒子が流動したと考えると説明が可能です。図のうちブリスターがない場所は部分的に太陽から遮蔽されていたり微粒子が粉砕したことで新鮮な表面が出ているところです。続いて微粒子が摩耗されたと考えられる構造を見られました。上の図は X 線 CT で撮影した微粒子のある断面の画像です。上に示しました微粒子の矢印で示したところで鋭いエッジを持つ表面と丸みを帯びた表面を持つ粒子を示しています。こうした矢印で示した表面の電子顕微鏡の画像が下の図です。鋭いエッジを持つ表面では明瞭な階段状の模様が見えます。一方で丸みを帯びた表面では表面の模様が消えかけています。右の図のような微粒子は微粒子の流動時に粒子同士が擦れ合うことで摩耗を受けたのではないかと考えています。続いて紹介しますのは糸川粒子で最も典型的に見られた模様です。中央に示しました図のように平行で直線的な階段模様が特徴です。こうした階段模様はしばしば分鏡していてあまり綺麗でない場合もあります。一番右の図は地上の鉱物を砕いた破断面です。糸川微粒子と同じ構造が見えます。つまりこうした表面は破断面です。糸川表面で天体衝突が起きて大きな欠片から小さな欠片になったとき糸川微粒子が形成したことを示しています。
続いて4つ目のタイプがこちらです。左の図では同心円状に発達した明瞭な階段模様が見えます。階段模様は多くの場合図のように多角形状になっています。また右の図では微粒子の表面に鉱物特有の結晶の形が成長しています。こういった形を磁形と言いまして、磁形の微粒子で覆われています。このように全体として整った幾何学的な模様をしているのがこの模様の特徴です。こちらは一方で地球で回収された隕石の電子顕微鏡画像です。隕石の断面を調べますと、1ミリより小さな空洞がたくさん空いていることが分かりました。この緑の点線で示したところが空洞の一例です。空洞の中をさらに詳しく見ますと、右の図のように同心円状の階段構造であったり磁形の粒子が発達していました。こうした特徴を持つ空洞を小洞と呼んでいます。つまり糸川微粒子の一部は岩石内部の小洞に対応していることが分かりました。でこうした幾何学的な模様がどうやって形成したかについて考えてみます。先行研究で熱によって鉱物が蒸発したり、ガス、気層が固体となる凝縮という作用が起こったとき、磁形の粒子や同心円状の構造が形成されると言われています。右の図は実験的に形成された鉱物の画像です。糸川微粒子と同じような同心円状の階段模様が見えます。こちらは右の図が実験的に生成した磁形の粒子です。こちらも同じような蒸発や凝縮実験で形成されます。このような蒸発凝縮実験で生成した鉱物は500度以上の高温で形成すると言われています。つまり隕石の観察結果と合わせますと、糸川微粒子の磁形の鉱物であったり同心円状の階段模様は岩石の空洞にガスが入り込み、それらが高温で結晶化したときに形成したと考えることができます。しかしこのような高温状態は現在の糸川では起こり得ません。まずなぜかというと、天体内部で加熱が起きたとき、糸川は非常に小さいので表面からすぐに冷却してしまいます。糸川は過去に40倍以上の母天体が存在したと言われています。こうした母天体で天体衝突の加熱や母天体内部の熱変性作用であればが起これば高温状態を保持でき、糸川微粒子の観察結果を説明できます。つまり糸川微粒子の一部の表面は糸川の母天体の記録が残っていたということになります。以上の観察を踏まえまして、糸川が辿った歴史を整理してみます。まず、イラストで示しましたように、45億年前、糸川には直径20キロ以上の、大きな母天体が存在しました。こうした母天体は、天体衝突による加熱や母天体内部の熱変性作用によって、内部の岩石は高温にさらされています。このような環境下で、空洞に入り込んだガスが原因で、空洞の壁面に結晶が成長します。こうした40億年以上前にできた母天体の中で起きた構造が現在まで保存されて微粒子の表面の模様として見えています。次に母天体は大規模な天体衝突によって全体がバラバラとなり、その一部が集積して糸川ができたと言われています。およそ13億年前に大規模な衝突が起きたと言われています。糸川の形成後、その表面では天体衝突が続きました。そういった天体衝突によって小惑星の砂レゴリスが形成したり、さらにそのレゴリスの中で粒子の粉砕が続きました。こういった現象が微粒子の破断面として記録されています。次に、糸川の最表面にある粒子は直接太陽にさらされています。このため太陽風の蓄積が続きます。
およそ1000年程度太陽風の成分である水素やヘリウムの蓄積が続くと、本研究で観察したような、ブリスターの模様ができると考えています。糸川表面では太陽風の照射と同時にレゴリスの流動が起きています。こうした流動によって粒子がかき混ぜられます。その際に微粒子が何度も向きを変えることで、異なる面が太陽にさらされて、様々な面にブリスターができることになります。またこの際、一部の粒子は摩耗されました。こうしたレゴリス粒子の流動というものは、宇宙風化を受けていない表面を、糸川表面に露出させることで、糸川表面を若返させる効果があると言われています。つまり、レゴリス粒子に、確認できたレゴリス流動の痕跡というものは、糸川表面の若返りの歴史を示していると言えます。こうしたレゴリス流動の原因はいくつか考えています。一つは、天体衝突によって糸川が揺れた可能性。糸川は地球と火星の間の軌道を回っていますので、惑星の近くを通過した際のに受ける潮汐力で糸川が伸び縮みをして振動した可能性、また糸川の自発的な自転速度の変化や、糸川表面は太陽風にさらされていますので、太陽風は荷電粒子です。そのため粒子が帯電します。帯電した粒子が浮遊する静電浮遊という現象が考えられており、こういった原動力が糸川レゴリスの流動の原因であると考えています。こちらが本研究のまとめとなります。私たちは小惑星糸川の微粒子の表面にナノメートルスケールの模様を発見しました。その模様は4種類に大別でき、それらはまず糸川表面で起きた天体衝突による破砕、太陽風による宇宙風化、そしてレゴリスの流動の痕跡を示していました。さらには40億年以上前に形成した糸川の母天体で起きた高温での結晶成長の記録も残されていました。このように本研究から小さな微粒子のさらに小さな表面の模様に糸川が辿った数十億年にわたる一連の歴史が刻まれているということが初めて分かりました。ではこちらが本研究のまとめです。こちらは、この詳細はお配りした資料をご覧ください。さて、今後のリターンサンプルの分析でも、サンプルの表面模様の観察は粒子の来歴であるとか天体の進化を解き明かすために重要な手法であると考えています。まず今回行ったような表面観察は非破壊分析です。つまり粒子を破壊しないので、表面観察によってまずはサンプルの履歴を理解した上で、その結果を他の研究者が共有することで、さらにその後の高度な分析や研究に役立つと考えています。また表面観察はたくさんのサンプルを簡単に分析することができます。そのため統計的な情報を得やすく、サンプルの特徴の全体像を理解しやすいという利点があります。またリターンサンプルのみが持つ情報を知ることが可能です。従来小惑星の研究は隕石の分析で行われてきました。しかし隕石では天体の砂の表面模様の情報は失われてしまっています。つまり小惑星のサンプルのみからわかる表面模様から、隕石ではわからないような今後探査機が行く小惑星での宇宙風化や、さらには小惑星の進化過程の理解が進むことが期待されます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではご質問を受けしたいと思います。ご質問のある方、挙手の上所属とお名前をおっしゃってください。じゃあマイク参ります。日刊工業新聞の富井と申します。今回の実験の改めてちょっと新規性というところなんですけども、この糸川からの回収した微粒子の解析というのはもういくつかのグループで行われていて、今回特に違うところっていうのは何かありますでしょうか。今回の研究に関して。
そうですね、まず、小惑星表面で起きていた、まあ、宇宙風化だけではなくて、微粒子が流動していたり摩耗されたりという、まあ、その小惑星表面のダイナミックな歴史が分かったというところが、まあ、一つ大きな成果です。まあ、またさらには、これまで表面模様というものは、注目はされていなくて、ある程度その単純な情報のみがあると考えられていました。まあ、しかし、本研究のように、まあ、細かなスケールで微粒子の模様を丁寧に観察すると、まあ、糸川の数十億年前までに遡るような歴史が、まあ、刻まれているということが初めて分かりました。すみません、考察の中で、はい、45億年と13億年って書いてあったスライドがあったと思うんですけど、はい、あの数字っていうのは今回初めてではなくて、もともとそれは一般的に知られている話。はい、はい、先行研究の結果です。わかりました。すみません、もう一つ、今回分かったのはナノスケールのレベルの模様っていうのが初めて分かったっていうことになるんでしょうか。はい、それを解析する技術があったから詳しい内容が分かったってことでいいんでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。すみません、 NHK の土屋です。ちょっと補足的に教えていただきたいんですが、内部の温度が800度っていう高温であったっていうことは確か以前先行研究でも出ていたと思うんですが、はい、まあ、そのあたり今回どこが具体的に新しく分かったのかということと、ちょっと年表上にしているものの中でのご確認なんですが、破壊された後に再形成された年代というのはこれ13億年側なのか100万年側なのか、そのあたり、またあともし新たにそこが分かったんであれば根拠も合わせて教えてください。はい、まず母天体内部が高温であったということなんですけども、まあ、先行研究で、まあ、およそ800度以上の高温にさらされているということが、まあ、分かっていました。で、今回は、まあ、それは、先行研究では鉱物内部の元素の分配からそのような証拠が見つかっていました。で、今回は、それ以外にも、熱変高温にさらされた、痕跡が結晶成長の形として残っていたということになります。で、13億年前については、先行研究で、示されていたあたりです。13億年前についてはですね、この研究じゃわからないんです。はい。で、去年ですね、国際 AO っていう国際的な共同研究をずっと早草が終わってから今まで3回やってるんですけれども、そのうちの一つでが、でですね、年代測定を特殊なアルゴン法っていう、専門用語になりますけれども、そういう年代測定をしてですね、13億年前にすごく大きなショックのイベントがあったようだっていうことが分かったんですね。で、それによる、数字です。で、今回、まだそれ去年のことでうまくプレスリリースできればよかったんですけれども、僕のタイミングもちょっとずれてたということもあっていろんなことが重なってできてないんです。申し訳ありません。で、今ですね、宇宙圏の方で一般向けのこう少しこういうことをちゃんと詳しく解説する特集号を予定しておりまして、で、そこに著者の方にアメリカの方なんですけれども、書いて日本語で書いてもらってますので、今それが進んでいますので、その時にまた改めましてその詳しいことは皆さんにご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっとそれに付け加えてなんですけど、13億年前に壊れて速やかに最終、はい、結合したとすると、はい、今100万年前1000年前で痕跡が残っている現象のことを記述されているんですが、はい、おそらく再形成された後何度も何度も風化し更新しっていうのは行われてきたんだろうと思うんですけど、はい、13億年前から100万年前の間にも今回報告されたような現象が何度も起こっていて、でも今残っているのがその100万年前とか1000年前のものだという意味なんでしょうか。1000年前ぐらいのところまでのところがあって、こういうのが小惑星の、だから今回松本さんがされたのは小惑星の表面の日常を記載して、それがそういうことがずっと100万年間ぐらい続いている。で、100万年間っていうのはまたこれも先行研究で
出ていまして、初期分析で100万年間ぐらいで表面の粒子はだいたいそれくらいで外に宇宙に逃げていくということがありますから、そういうそこから来ている数字になります。ありがとうございます。お願いします。すみません、毎日新聞の阿部です。冒頭に今回の研究グループで26個微粒子を分析することができたということでしたけど、その、はい、いつもは普段5個ぐらいが最大だったのに今回多くできた理由というのは何なんでしょうか。その今回の研究というものは粒子を破壊しないので、その他の分析チームが分析する前に粒子を見させていただくという方法を取りました。なるほど、非破壊だからたくさんできるということ、はい、あと、この大別して4つ の特徴というのは、その26個すべてに見られたでしょうか。そうです、見られるものも見られないものもありました、しかしすべてがその典型的に、存在しているような。そうです、はい、まず、一番典型的に見られたのがこの破断した粒子ですね。これは、全ての粒子に見られました。あとの、表面模様については、およそそれぞれ半分程度の微粒子に見られました。で、一つの微粒子に、異なる特徴の模様が、同時に存在する場合もあります。すいません、これまでその微粒子の表面は、はい、シンプルな単一のものだと考えられてきたということですけど、具体的には例えばこの中でどの状態だと考えられてきたというふうにいうことは言えるんでしょうか。そうですね、そのレゴリスの粒子が形成したというのは、小惑星の衝突、天体の衝突によって、その小さなかけらが粒子だと考えられていたので、基本的な認識としては、典型的なこの粒子の破断面だけがあると、おそらく皆さんは考えていたと思います。共同通信の広江と言います。その4つの熱変性と破断と摩耗と風化の中で1つだけその一番その重要な発見だというとしたら、この中ではどれが一番重要とお考えですか。そうですね、僕は、母天体の熱変性の痕跡が非常にその、糸川粒子の表面模様の中で最も年代が古く、40億年前のとかの母天体の時代からずっとそういった構造が残っていたという意味で、非常に大きな成果だと思っています。今まではその糸川のたくさん取った微粒子の中に40億年前の古いやつはないだろうって思われてて、今回実際あったんだということが確認できたと。糸川の粒子自身の、できた年代は、およそ40億年前だと思われていました。しかしその、表面模様の中に、そういった、具体的に目に見える構造としてこういったことが構造として残っているということは今回初めて分かりました。というのはその、地球ぐるぐる宇宙で回っているうちにポーンと飛んでいっちゃったりしてなくなるからその残らないというふうに思われてたんですか。どういう理由でその昔のやつはなくなっちゃう、見られないと思ってた。そうです、昔のものがなくなってしまうというよりも、その表面模様に誰もあまり注目していなかったので、そもそもあまり残っているという考え、はい、すみません、多分彼が言いたいのはリゴリスではあそこにあるようにぐちゃ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 擦れ合ってるんですね。だからああいう昔の模様っていうのはその45億年間擦れ合ってるうちに全部こうすり減ってしまってるに違いないと思ってたのが、こういう、左上にあるような非常に綺麗な多角形なフレッシュな形で残っていたのがびっくりしたっていうことを言いたかったんだと思いますけど。いいですか。ありがとうございます。
それであの綺麗な多角形とおっしゃいましたけど、これがこう綺麗に形成される理由がちょっと分からなかったので、もう一回説明いただいてもいいですか。はい、一般にその鉱物が、自由空間でその、蒸発したり、ガスから鉱物が結晶成長するとき、地球上の鉱物でもそうなんですが、結晶の、原子の配列を反映したような綺麗な成長の仕方をします。こういったものをもう少し、ナノメートルスケールで見ると、こういった、結晶の、原子の配列の形を反映したような、綺麗な形となって現れています。すごく温度の高い800度とかいうところでできると、宇宙空間は800度ぐらいになると一部の原子蒸発するんですね。蒸発したものはまた冷えてくると表面にこうくっつくんですよ。でこの原子が一つくっつくとこの上を動き回るんですね。まだ温度高いの でどういうところで止まるかというと、こういうですね、ちょっとステップって僕ら呼んでるんで、階段の段差のあるところようなところでピチッとこう止まるんです。でこの階段がですね、どういう形になるかっていうと、結晶の形のをその上に表面に作るような形のを作りやすいんです。それはエネルギー的にそれがすごく低いから、そこに自然はそういうふうになろうと結晶の形を作ろうとするんですね。でそういうところにピタッと一つ一つの階段がこうできていて、来たものがポン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 とこうここに原子が止まっていって、で結晶がこう大きくなっていくんですね。でその一瞬を止まった一瞬止まったところを見ると、左上になるような階段のような形が残る。それを見ているわけなんですね。この、段階階段状になっているやつは母天体が800度以上の時に出来上がったもので、はい、冷えたりまた温度が上がったりして少しずつ結晶が成長していった。 その時にできて、あとはその母天体は800度になることはもう45億年に1回なったきりなかったもんですから、あとは割れた破断っていうものがありましたね。そういうふうな形 のフレッシュな模様がその上に作られて、でそれはどんどんと摩耗によって削られていく。母天体以降 その小さくなったときに小惑星イトカワになったときに800度以上にならない理由って何でしたっけ。それは、小さくなったときに少し時々はならない理由はですね、熱源の問題なんですよ。暖かくなってその結晶の今のような模様ができるためには少し長い時間結晶が熱くなってないといけなくて、長い時間って言ったらどういう時間かっていうと、僕ら の時間よりずっと長くて1000年とかですね、1万年とかそういうふうな長さです。でそういうふうな時にゆっくりと温度が下がる時にそこにあるような階段状の模様ができるわけなんです。で糸川のような小さなものですと、温度は一瞬にして上がった後、もしも衝突で一瞬にして上がったとしてもすぐに冷えてしまって、そういう高温期間を持続するということができなくなるんですね。ですから小さい時にはできなかっただろうというふうに考えている理由ですね。小惑星とかだったら天体のサイズが小さいから そうですぐ熱も、はい、出てしまう。熱もすぐに宇宙空間に逃げてしまうので冷えてしまうんですね。ありがとうございます。お願いします。時事通信の神田です。今回 その分析手法なんですけれども、そのスプリングゲートを使ったそのトモグラフィー、マイクロトモグラフィーとですね、セムによる表面観察の組み合わせっていうこの手法自体は特別新しいものではないということですか。そうですね、微粒子がちょうどハヤブサが帰ってきた時に、微粒子のスケールで撮影できるような CT が開発されていました。で、そうですね、その、はい、特別、本当に一般的に言うと新しい手法です。彼は専門にずっと博
博士課程で5年間これやってきたもんですから、そういう意味から言うとこれを最先端って言っていいかって自分で自分が そこのところで関わってきたからそういう返事になってるんですけど、一般的な方法で言うとちょうど糸川が帰ってきた頃に彼らのグループでこういうことができるっていうことを開発しまして、今ようやくいろんなところでこういうことが、大量の観察とかで応用を始めている始まっているところですね。そういう意味で言うと本当に最先端の技術ということになると、分析技術ということになると思います。あとその先ほどその、まあ、長時間かけてその冷えることによって階段状のものができたということなんですが、逆にその例えばその糸化になってからその偶発的なその隕石等の衝突等でこう瞬間的に熱が上がってですね冷えたというような構造とかが見られる可能性というのはあるんですか。そうですね、糸川ではまあ非常に小さいので、瞬間的に加熱されてもすぐに冷えてしまうと考えています。ですので、こういった結晶が成長していくというのはある程度長い時間が必要ですので、今回の結果については、糸川ではないと考えております。でもし、糸川表面で、そういった一瞬加熱されて、冷えていくというようなプロセスがある場合は、鉱物がガラス質になったりであるとか、きれいな結晶の形はしていないと予想しています。あとの最後のところでその、はやぶさ2 その持ってきたりたサンプルなんか その計測観察等もにも使えるということだと思うんですけど、全くその組成が違うような鉱物とかでもこれはかなりいろんな意味で適用が可能だという手法だと考えていいんでしょうか。はい、まずハヤブサ2が持って帰る微粒子についてはまた今回の糸川の微粒子との、鉱物組成であったり、含まれている物質が違うので、まずはその典型的な物質の表面模様についてきちんと、我々が知っておく必要があります。その上で、表面模様の解釈ができると考えています。新聞です、はい。この資料の中ご発表の中で45億年前という時期と40億年前という時期がポテン体に関して出ているんですけれども、今回のこの模様については40億年前と判断されているのはいわゆるその生成形成元のボテン体が形成されてから結晶ができるまで5億年ぐらいかかるというイメージなんでしょうか。45億年前と40億年前という、そこの使い分けは厳密には考えて、いません。だいたいボテン体が45億年前にできたと考えているので、その程度の年代で、の減少だろうということで40億年前という言葉を使っています。45億年前の模様があったという表現もできるんですか。45億年前の模様があったと言っていただいていいかと思います。ちょっとすみません、用語の統一がちゃんとできてなくったのことを申しお詫びします。それで、糸川は隕石の一つの種類と同じっていう話、普通隕石と同じっていうお話は初期分析の結果が分かったところで皆さんに紹介させていただいているわけなんですけれども、その普通隕石の方の研究でこういう800度ぐらいになる熱変性っていうのが天体母天体の表面から内部までのところの推測として研究されています。でどれくらいの期間こういう熱変性が起こったっていうふうに考えられているかっていうと、1億年間ぐらい、あるいは2億年間ぐらい熱い期間があったというふうに、天体の内部ではそれくらいあったというふうに考えられているわけです。ですから45億年に起こって熱くなって、その後冷えるのにそれくらい1億年ぐらいかかっていて、で糸川が実はどこのところに対応するかということはまだうまく解明されていません。そういう意味で、一つの資料には40億年以上前というふうな形で書いてあって、でもう一つの方は天体が形成した年代の45億年という形で書かれていて申し訳ありません。両方同じなんですけれども、45億年って書いていただいて全然一向に構わないと思います。でその母天体ができた45億年前に形成されたとみられる模様が今回確認されたという表現をしても問題はないですか。はい、はい、そうしていただいて大丈夫です。わかりました。でそれから、これだけで
どこまでわかるか分かりませんけれども、今回その45億年前なりその母天体のその模様と思われるものが見えたんですけれども、これから母天体がどんな天体だったのか、例えば今まで思ってたのと違う天体だったとか、なんかそういったこと何か推測はできるんでしょうか。はい、それは松本さんの。そうですね、今回、こういった模様、一番左で示しました模様は、隕石中の空洞に対応している部分です。で、隕石中のうち空洞が多い部分というのは、空洞が多い隕石はあまり多くはありません。ですので、これからの研究となりますが、糸川はこれまで典型的な、隕石種のあるLL コンドライトという隕石の、一種であるに対応していて、非常に典型的なものであると言われていましたが、今回研究で、空洞を含む、構造が糸川にはたくさん含まれていました。ですので、これまで、考えられていたよりも、その母天体はいわばスカスカであった可能性があります。で、こういった違いが、隕石と比べたときに糸川は隕石の典型的な種類の一つであるのか、もしくは糸川は少し、典型的な種類ではない、母天体から、来たのか、そういったところについて今後突き止めたいと考えています。そのスカスカっていうのは、いわゆる糸川のスカスカ感とは違うスカスカですよね。あ、そうですね、鉱物内部、はい、鉱物の構造、内部の話、はい、鉱物がぎゅっと詰まっているかスカスカという意味です。はい、わかりました、ありがとうございます。いかがでしょうか。日本経済新聞社の出村と申します。宇宙風化のところでですね、ブリスター水ぶくれ状のものができるっていう話があったんですが、それっていうのは今までも分かっていたことなんでしょうか。あとはこういうふうに風化が進むっていうこのナノスケールの現象をちゃんと観察できたということで、例えばこう人が打ち上げる衛星とかの表面が宇宙空間にある間にどういうふうに劣化していくかとか、そういうところに今回の知見が生きたりとかっていうことはあったりするんでしょうか。はい、まずブリスターについてですが、これまで一番最初に百合本先生からご紹介がありました通り、糸川粒子のを切ってその断面を見たときに、ブリスターが形成しているということが分かっていました。で、今回、私たちはしたのは、それが表面模様を見たときも、それがはっきりと見えて、さらにその分布が調べられるということを明らかにしました。これまでブリスターが存在するということは、明らかになっていたんですけども、今回それが表面模様ではっきりと見えて、その分布がきちんと調べられるということを、示したというのが今回の成果です。ブリスターっていうものが、あるっていうことが天然の資料で分かったのは、はやぶさが初めて、糸川の資料が初めてのことです。で、前に、透過電子顕微鏡による観測者とで、そういうふうな模様があるっていうふうなことは報告されていたんですけれども、今回、二次元的にああいうきれいなですね、水ぶくれ状を、紹介する、皆さんに、示すことができたっていうことは、今回の研究がまた初めてのところですね。それでブリスターというものがあるということはですね、例えばこういうイオンが太陽風のようなものが打ち込まれれば、表面がああいうふうな構造に変質してしまうって模様ができるということは工業的には分かっておりました。それは半導体の作るときにイオン打ち込みっていう技術があって、その時にヘリウムの打ち込みであるとか、あるいはヘリウムっていうのは核融合であるとか、原子、原子力発電ですね。その時にいろいろ水素が打ち込まれて、ヘリウム水素が打ち込まれて、表面が傷むんですけれども、そのような研究からですね、ああいうブリスターっていうものがあるっていうことが分かっていたんですけれども、それが、きちんと、天然の資料で、こういう太陽風でも起こるんだよっていうことを示した証拠っていうのは今回初めて分かったことですね。
日経サイエンスの中島です。そのブリスターの話で、宇宙風化であれば月のレゴリスとかでも当然見えても良さそうなんですが、月のレゴリスで見えないとしたら、それは小惑星表面と月表面では違うということなんでしょうか。おそらく月でも、ブリスターは存在しています。しかし、月の粒子というものは、月の表面に滞在していた時間が、1億年オーダーで非常に古いです。そのため、電子顕微鏡で月の粒子を見ると非常に汚くって、表面を解釈するのが非常に難しいということがあります。ですので、これまでそのおそらく見えていたかもしれないんですけども、それをはっきりと認識して、証明したという研究はありません。つまりその小惑星だと、かなり コンスタントに表面が更新されているので、そのフレッシュな、表面ができてからの初期的なある一時期にブリスターは見られて、それ以上古くなっちゃうと、月みたいに見えなくなっちゃう、そういうことなんですかね。はい、月の場合は、月に対するその天体衝突で、天体衝突と衝突が起きたときに、この衝突された側の岩石が溶けて、それがエジェクターとして、吹き飛ばされて、それが、レゴリスの表面にかかります。そういったそのメルトが微粒子にもたくさんかかっていて、で表面を見てもそのぐちゃぐちゃしているんですね。ですので、あまりきれいな構造が残っていないということがあります。なるほど。わかりました。それと、多分採取方法にも、影響がするかと思うんですね。月の場合はシャベルで掘ってくるような形でガサッと底の方まで取ってきているんですね。で、今回はやぶさの場合には本当に表面にふわっとしたものだけしか取ってこれなかった。それを積極的に採取したわけじゃ、計画的にはそうじゃなかったんだけど、結果的にはだから非常にそういうフレッシュなものを取ってこれたっていうことはあって、そういう見つかりやすい資料を選別最初にできていたっていうことがあるのかもしれません。なるほど、分かりました。それと、宇宙風化の赤いのは鉄粒子で、暗いのはそのアモルファスによって、表面に光が乱反射された結果、なんていうんでしょうか、見かけが暗くなったという 理解でいいわけですよね。はい、鉄粒子の効果は、暗くなるということと赤くなるということの、両方ですね。でアモルファスは反射率が落ちるっていう、そういうこと。そういうことではありません。鉄の両方とも鉄の粒子、微粒子が原因となっています。じゃあアモルファスというのは、その見かけには反映されてなくて、はい、構造的にアモルファスになっているという、はい、そういうことですか。わかりました。それでそのブリスターっていうのはどんどん大きく成長すると弾けたりしないんですか。やっぱり大きさはマックスのものがあるっていうこと。そのブリスターの流形分布とかいうのは先ほど工業的にブリスターが見つかって見られるという話をされていましたけども、その半導体業界などで実験的にイオンを打ち込むと、ガスの蓄積によって内圧が上がってブリスターが破裂するということが起きています。で、小惑星でも起きても不思議ではないと考えているんですけども、これまでブリスターを見ていてもそのようなことが起こっていません。で、それはおそらく少しずつガスが抜けているのかなと考えています。じゃあ、すごく大きいものは逆にないわけですね。自然に抜けちゃうわけだから。そうですね、これまでのところ、はい。あとその資料のこの表横裏っていうのは、表は何をもって表ということなんでしょうか。これはすいません、自分で勝手に、説明しやすいように定義をしただけです。わかりました。あともう一つ、その実験で500度以上の高温で形成っていうのと、さっきおっしゃった800度以上ということで、その500度以上の高温で形成というのは、では今回はこれは、これは、先行研究で実験的に、蒸発凝縮実験をした時の、条件がそのようなものであったということです。じゃあその糸川でも 全体が800度になったかよく分からないから、何しろ500度以上であったというふうに
考えてもいいんですか、どうなんですか。すみません、糸川全、母天体が800度以上であるというのは、その、まあ、最高温度が、800度以上であったということで、まあ、実際微粒子の、まあ、元素分配であるとかを見ていると、まあ、その800度以上になったものもあれば、それより低い温度でできたものもあります。ですので、そのここで言っている母天体が、まあ、高温である800度以上というのは、まあ、最高温度がその程度であったということです。それからこれご紹介したいんですが、この画像は、後でダウンロードできるようになったりするんでしょうか。はい、ダウンロードできるように します。ありがとうございます。すいません、テレビ朝日の北本と言います。ちょっと頭かけちゃってあれだったんですけど、ちょっと本当頭悪く、私自身の頭悪くて確認したいんですけど、この45億年前が見つかったってことなんですけども、45億年前のものがですね、こう、今までなぜ残ってたかっていう部分、素人的に言うとどう理解すればよろしいんですかね、これは。そうですね、糸川、まあ、母天体の岩石が砕かれて、まあ、一度、まあ、それらの一部が集積して糸川になります。で、糸川の表面で、まあ、その微粒子天体衝突によって、まあ、微粒子となったものが、まあ、太陽風や摩耗によって、まあ、表面が削られたりしてしまいますが、まあ、そういったものが、まあ、起きなかった、まあ、それは、まあ、多分そう、まあ、一部の粒子は摩耗されたりしましたけども、まあまあ、全てではなく、まあ、太陽風にさらされているということも、まあ、天体の最表面のにある微粒子のみが、太陽風にさらされて、まあ、変質してしまうということですので、天体の内部にあってずっと保存されていた微粒子は、まあ、そのままの構造がずっと保存されていたと考えることができます。それは一般論でよろしいんですか。まあ、考えられるのは要するに一般論的にそうなのか、実はこの45億年前のこの、なんていうかこう起きた現象がすごい大きいもんだからここまで残ったのか。そうですね、一般的に、まあ、地球に降ってくる隕石ですね。隕石も、まあ、45億年ぐらい前にできたと考えられていて、まあ、その時代の構造が、まあ、はっきりと残っています。まあ、ですので、まあ、宇宙空間に存在する、まあ、太陽系初期、まあ、45億年前にできたような、まあ、石というものは、まあ、宇宙空間でかなり、まあ、保存状態がよく現在まで残っていると考えています。模様はさっきあったように隕石の中にちょっとした穴があったら必ずできるようなものなんです。でそれは45億年前にできるわけなんですけれども、それがバラバラにこうなって集まったのが糸川なんですね。で、その物質自体は45億年前のまま、保存されていて、その周りの表面のところが擦り合わないところは、そのまま保存されるわけなんです。で、ちょうどですね、天体の場所によって、多分天体の内部だと、そういうところは、もう、潰れてしまって、保存されないところもあるだろうし、で、表面のところだと、あまりこう、なんていうんですか、保存状態がまだいいところがあると思われるわけなんですね。で、ちょうどたまたまどこがどういうふうにいいのかということはよくわからないんですけれども、糸川のところは運よくそういういいところに集まっているので、ずっと表面がですね、45億年間の歴史を刻んでいるのが今回分かってきたということですね。で、本当に一般的かどうかということは、これからですね、いろいろな隕石を見ることによって分かってくるんじゃないかと思います。もう一点だけすみません、確認なんですけど、確認というか、一般的にしていいのか分からないですけど、つまり、例えば、地層を掘ったら、こう、大地震があったり、こう、氷河期があったりみたいなのが出てくる、地球でですね、はいはい、例えば木で言えば年輪にですね、こう、暑い時期があったり、寒い時期があったり、で今回、こう45億年のこの歴史がこういうので分かるということで、今後こういう小惑星を調べることで、こういう
45億年間のこう何かがあったっていうことが出てくる、今回はまあ一般的な話だけども、出てくる可能性が、はい、あるという理解です。多分どれが個性で、どれが一般的なものかっていう個性については、いつできたとかいうのが個性になりますので、それは出てくると思います。で、太陽風にしても、太陽から遠いところと近いところで、太陽風の当たり方、強さが変わってきますので、ですからそれによる影響というのも小惑星がどこを回っていたか、糸川は今回、近地球型惑星でしたけれども、小惑星帯にある天体は、こういうふうな宇宙風化を受けるためには、きっともっと長い、ね、年月が必要になってくるわけで、そういう個性がいろいろなところに探査に行って、いろいろな表面の物質を持ってくると、見えてきて、分かってくるんじゃないかと思います。他いかがでしょうか。NVS の金子と申します。ブリスターについてはちょっと追加のご質問なんですけれども、ですね、その他の凝縮については先行実験等で再現実験みたいなことが地上されていると思うんですけれども、ブリスターの形成については地上で再現実験というのは可能なんでしょうか。はい、今ちょうどそれをやっているところです。はい、宇宙我々の JAXA で装置を立ち上げまして、太陽風の打ち込みによって、ブリスターがどういう条件で、どのようなサイズ分布をしたりとか、内部の構造がどのようなことになったりとか、そういうことを今まさに調べようとしています。じゃあ、この後の追加の研究で、まさしく本当にこれが、ブリスターの形成が、太陽風によるものだということが確実に証明される。はい。じゃ楽しみにお待ちしております。ありがとうございます。いかがでしょうか。朝日新聞社の山崎と言います。プレゼン資料の最後のところに、火星衛星のサンプルリターン計画という文言も書かれているんですが、小惑星とはちょっと違うと思うんですけど、どういったことが、分かりそうかという、何かあれば教えていただけますか。はい、火星衛星はですね、今まさに計画中で、まだ予算がついてない前の計画、一番こう実現を我々したいなと思っているものなんですけれども、火星衛星のフォボスっていう衛星をターゲットとして今計画を考えています。で、フォボスがですね、どういうふうにしてできたのかっていうことを知るっていうのが一番の目的です。で、どういうふうにして知る、できたのかっていうと、フォボスをですね、望遠鏡で見るとですね、小惑星によく似てるんです。でも、僕らは地球の月、フォボスっていうのは火星の月ですけれども、地球の月を見ると、月は小惑星じゃなくて、地球に、ジャイアントインパクト、巨大衝突があって、で、できたものなんですね。で、火星のそのフォボスがどちらでできたのかっていうことを知りたいっていうのが一番の問題、目的になってまして、はい。で、それで MMX って我々略語で呼んでいるんですけれども、マースムーンエクスプロージョンの略なんですけれども、その計画を立てています。で、サンプルリターンを起こってくる、する、しますと、当然できた後に糸川のように宇宙風化を受けているわけですから、観測についても宇宙風化の影響を被っているリモートセンシングのいろんな観測が送られてきますので、で、サンプルリターンをして、それをどういうバイアスがかかっているのかということを明らかにして、で、いろいろと宇宙、フォボスができてからの歴史、できる時の歴史というものを調べたいというふうに考えているわけです。あと1点すみません。今回のこの表面を見て、こう、惑星の歴史とかが分かるという、この手法を使うことで、従来に比べて、こう、解析の時間が早くなったりとか、そういうとこはあったりするんですかね。そうですね。あらかじめ表面模様が意味するところをちゃんと理解していれば、パッと見れば、それが、どういうことを示すのかについて判断できるので、その、きちんとこちら側でその表面模様を解釈する準備を整えておくということが非常に重要になります。その準備についてはかなり
これから、整備には時間がかかりそうなものですかね、はい、やはり、まあ、一つ大きなことは、まあ宇宙風化によって鉱物表面がどのように変化するかですね。まあ、今まさにそのイオン照射実験によって、ホブリスターができたり、まあ、その他どのような変化が起きるかについて、まあ、調べたいと思っています。そのパターンってこう、かなりたくさんあると思うんですけれども、実現性というか将来性はかなりあると考えてよろしいですか、ね、そういうことに関しては。はい、まあナノメートルスケールで見れば、まあ、模様、粒子全体の模様は非常に複雑に折り重なっていますけれども、まあ、ナノメートルスケールで見れば一つ一つの模様はかなり特徴的ですので、まあ、それらは一つ一つ丁寧に解釈すれば、まあ、粒子全体の理解が進むんではないかと思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、それではお時間も過ぎておりますので、以上をもちまして記者説明会を終了したいと思います。本日はどうもありがとうございました。